浪士組は、文久3年2月の江戸幕府将軍、徳川家持上落に合わせて、将軍敬語のために作られた組織。実は、幕府が江戸にいる過激な尊能上位浪士たちを、体よく追い出すための策だったとする説もある。三室老子、新選組、新長組の前身。清川八郎の肖像画も、ともとは、尊能上位論者、清川八郎の発案で、上位を断行する。 労使組参加者は、今まで犯した罪を免除される、文部に引いてた者を徴用することを条件に、結成された者だったため、腕に覚えがある者であれば、犯罪者であろうと農民であろうと身分を問わず、年齢を問わず参加できる、当時として、画期的な組織であった。最初の労使取締役には、松平忠都中条影明、久保田陳勝、山岡哲太郎などが認じられる。 しかし無制限に募った参加者は予想以上に膨れ上がり、同年2月4日に松平和佐助は取締役を辞任。翌5日、公認には宇都の旧王がついた。即日、宇都のは老子組参加者を電通院に召集して、初注意、道中編成を発表した。なお、取締役の内中城と久保田は江戸に残り、 遅れて応募してくる老子たちに対応することとなった。主な編成は次の通りであった。7番隊までの計234名。なお、編成発表後、何らかの理由で、近藤勇は先回りして、老子たちの宿割りをする役目に、芹沢かもは上落途中で老子取締役好きに、また芹沢が5長となっていた三番隊は六番隊になった。文久三年二月八日、 再び、小石川伝通院に集まった、老仕組は、江戸を出発して、中仙道を上落する。年長者や体の弱い者は、籠や馬の利用を許された。9日、本城塾に到着。ここで、千番宿割を任されていた、近藤勇が、芹沢鴨の宿を取り忘れてしまい、怒った芹沢が路上で大かがり火を焚くという騒動を、起こすが、近藤が、 池田徳太郎と共に、芹沢に謝罪して、一応の解決を見たという。11日、松井田塾 -13 日、長久保塾 -14 日、下諏訪塾 -15 日、奈良井塾 -17 日、中津川塾 -19 日、加納塾 -21 日、武佐塾 -22 日、大津宿23日、京都三部村に到着。労仕組は各隊ごとに、 三部村会所や、寺、合支度へ分宿する。近藤勇はこの時六番太鼓頭となっている。三部村家の宿割は次の通りであった。三部村に着いた23日、翌24日の2日間にかけて、清川八郎は、同志と共に図って老子組全員の署名が記された、憲白書を朝廷へ提出。実は、老子組を、幕府から切り離した組織にして急進的な、 尊能活動に利用してしまおうというものだった。28日から30日にかけて各隊のご所配管が行われる予定だったらしいが、29日に新徳寺で清川八郎が即刻江戸へ帰還した上での上位を唱え、芹沢、コンドーラが猛反対するという騒動になったため、実際に行われたかどうか定かではない。三月三日、老仕組に帰還命令が出されるが二度延期され、 13日に、清川八郎らが率いる、老子組は、京都を出発して、江戸へ向かった。清川に反対した、芹沢、近藤らは、京都守護職を務めていた合図藩預かりとなって、そのまま京都に残り、三浦牛組を名乗る。老子組が江戸へ帰還した後の4月13日、清川八郎は、幕臣の佐々木忠三郎、久保田千太郎他4名によって、 麻布一の橋で残殺され、清川の同志たちも次々と捕獲されたため、老仕組は組織目的を失う。幕府は老仕組を新たに新長組と名付けて、江戸市中取締役の庄内藩預かりとした。京都守護職合図藩預かりとなっていた、三室老仕組は、8月18日の政変後に、新選組の名を賜り、名実ともに老仕組は消滅することとなった。 ありがとうございます。